近藤、和紙に並ぶ12号同点イケメンホームラン。イケメンブラン来た。おお、すけ、さすがイケメン。来た。はあ、水谷ってこと一つ覚醒したのか。去年はどうだったんだ。あんな痛がって入れるんかい。毎度毎度山川のケツ拭いてもろてさあせ。あまりにもイケメンすぎる。山川見てるか。これがチームの思考やぞ。さすが7億。マヨ4番に置いて。ま、近藤がまたホームランを取るでしょう。あとは打点で三冠王だな。あれ入るのはやべえな。山川に教えたれ。玉数稼いでホームランとかマジ優秀。大谷みたいに伸びるんだよな。近藤7億って高いのか安いのかわかんないな。ほんと新庄が近藤を干してくれたおかげだな。ハムはこれからエスコンで稼げるからイケメンに大金積めばよかったのに。でも新庄いるから無理かな。 W この球場カメラ低めで見にくいんよな。なんか達るがすごいバットマンになりそうな予感がしてきたと思ったけど、全くそんなことはなかった。ご視聴ありがとうございました。